ちょっとメール書かせてください。無言でもいいですか？ちょっと無言になりそうなんで。時間がない、カジケン祭り公演ありがとうございました。あげようと思ってた写真、なでちゃんおいでおいで、チュールあるよ、ないけどないけどチュールあるよ、なでちゃん、なんだこりゃ。じゃあラテちゃんと今かまってる場合じゃないんだよな。ラテちゃん、みんなメールに、ごめんね、ごめんね、本当にメールに何書いてほしいごめんは、すいません、全然返してなくてすいませんね。ごめんは、 MC 最高でした、ありがとうございます。本当ですか、よかった、いい女感、ありがとう。やっぱり前髪を8対2にしたからかな。ごめんは、うるせえ、ありがとう。野球ボールお化けレモンスタジオか、ありがとう。お化け流れ星、お化け頑張れ10個ありがとう。ゆわにゃんこでーす、お菓子ありがとう。まあそうですね、まあやはり半々ではなくて、サイリウムを半々ではなくゆわのだけ振った方がいいですかね。まあ、別に怒ってはないですけど、ハートありがとう、お化けありがとう、ハートお化けありがとう、可愛いですか、イエーイ、ハートありがとう、お化けありがとう、ごめんお疲れ様ありがとう、ハートありがとうでしょ、ちょっとガタガタだけど今、こんばんは、ありがとうございます。ちょっと書かせてください、本当にね、ちょっとあんまり書くことがないという、誰かこれ書きなって言って、お化けじゃなくてコウモリハートありがとう、お化けお菓子大丈夫ありがとうね、野球ボールお化けありがとう、野球ボールお化けありがとう。好きな食べ物ね、好きな食べ物はお肉、わけありがとう、ハート、あ、本当にありがとうございます、喋らなくてもいけそうです、おびきさん野球ボールありがとう、お疲れ様でした、ありがとう。それな、ラテちゃん、ラテちゃん、ほら、あんまね長文じゃないかも今日、事務所じゃないよ、お家でーす。野球ボール、お化け、コウモリありがとう。どうしよう、書くことがなーい、なんだ
まあそうだよ。あれ、いや16周年ってまだ書き終わってなかったっけ。書き終わった気分でいた。あれ3日目書いてないっけ。あれ。でもちょっと今から書いたら、いや書けるか。ありがとう久しぶりに。お疲れ様でした。この間制服の目ありがとう。うちはほんま、え、マジで、あのね、すぐ見つけ、なんかさ、あの橋だから見つかるかなみたいな言ってたけど全然見つけた。しかもうちはありがとうね。11月30、え、本当、え、嬉しい、やったー、イエーイ、みんなも来てね。え、あの、あと1月12だったかな、1月12のツーショット会が本当にあと残り少ないツーショット、ツーショット会が残りわずかで完売するそうなので、皆さんぜひ、まだ撮ってない方は、私の生誕 T 写真なんで、初めての生誕 T 写真なんでお願いします。初めての生誕グッズだから。生誕祭は2回目ですけど、あ、そうそうそう、それそれそれ、それかこ、16周年で、3日目に、なんだっけ題名、なんだっけ、僕なんだっけ、僕なんだっけ、あれマキコさんたちがやってた歌、誰か、僕らをつなぐものじゃなくて、僕なんとかだよね。何やっけ、え、届かないかな。誰か教えて、誰か教えて、知らない、え、なになに、タクボク、なんだっけ、僕の太陽だったっけ。え、わかんない、僕らの太陽ってやつかな、僕の太陽、僕じゃないっけ。僕らの絆、そう、ナイス、のリハーサル、
ちょっと待ってね。オッケー、ありがとう、みんなごめんね、お待たせ。おい、ラテちゃん、どんなとこ登ってんの。どっからコメント読んでないっけー、全然読んでないよね、ごめんね。え、ちょっと待って、今日美人よくない？ショールームの美人よくない？久しぶりにスクショタイム、イエーイ。できた？スクショできた？動きすぎって。あ、メール送りました、イエッ、お疲れ様でした。ふん、まあ、まあ、ここ読んだな、ここは読みました。それな、歌いました。そうだよ、やばい。噂のお見送り、びっくりしました。もう噂だか、噂ではないけど、噂の来た、ずっと探してたよ。あー、逃げられた。逃げないでよ、よいしょ。こんばんは、出ました、ありがとう。あ、チームSさんの食べたんですか。まあ、私はみんな平和になればいいかなって。全員同数とかありえるんかな、どこのチームも。そうなったら全員に年パス。風船かぼちゃ10個ありがとう。高嶺の花です、覗いてみた。焼きボールありがとう。風船ありがとう。チキン食べ物書いた、急に。焼きボール、お化け、焼きボールありがとう。やっほやっほー、アイラブユクマちゃんありがとう。え、びっくりした、なんでそんなとこから出てきたの、ラテちゃん。おもちゃじゃないんだけど、私の手。ごめん、何攻撃ぜ。びっくりした、もうちょっとびっくりしないで、びっくりさせないでよ、ラテちゃん。ハロウィン、ハロウィンってまだだよね。サーカスくまちゃんありがとう。え、本当にユアニャン見てた、ありがとう、見てくれて。まあ、本当。え、ユアニャンさ、カジケンさん行きたいんだけどさ、いつ行こっかなーって。マジ。お菓子ありがとう、お疲れ様でした、ありがとう。風船バラありがとう、ナイスペンギンありがとう、風船ありがとう。ユアニャン推しになろうといろいろ模索、え、模索しなくていいんだよ、もうユアニャン推しはユアニャン推しだから。ん、焼きボールありがとう、風船ありがとう、ありがとうね、短くてもいいって言ってくれた。あー、ラテちゃん、何ストーリーって、マイコさんのストーリー、ね、何それ何それ。知らないんだけど。焼きボールありがとう、うん、じゃありがとう。え、美人よね、やっぱり。え、美人よね、なぜ。ラテちゃん、ラテちゃんおいで、
とやがらないでやがらないでやあー来た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 、うん、ラジちゃんラジちゃんラジちゃん落ち着いて、落ち着くのよあなた。お、ショールーム慣れた。ガンミタイム。ラテちゃんのガム。ごめんね。そんなに嫌なの、カメラが。あなたアイドルになれないわよ。カメラが嫌なんて。ね。よし、ありがとう。8対2の秘密ですか。確かに、どうしよう、書くことがない。書くこと。ハートありがとう、お菓子ありがとう、お化けありがとう、かゆそう、レモンさんありがとう、スカイありがとう。え、マジ？ハートありがとう。当たったの？あさって。ありがとう、嬉しい。ピアも振ってくるってこと。こんばんは。今のサイリウムはピンク、赤、紫です。よくピンク、青、紫って言われるんですけど、赤です。感触は一個もないので。うわー、びくしゃー、びっくり。そうです、こんばんは。たてちゃん、ありがとうね。そうです、私は12期生で一番最初に生誕祭がありました。生誕グッズもまだない時に、次の岩の次がココハだったんだけど、ココハの時からは生誕グッズあったんですよ。私の時はなかったんですよね。だから12期で、逆に言えば12期で生誕グッズがない生誕祭を開いたのが岩だけっていう。なでちゃん、あげありがとう、こんばんは。メール、焼きバラありがとう、肌ありがとうね。間に合った間に合った、どうかな。僕は かぼちゃありがとう、流れ星いっぱいありがとう。泣いた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 、なんで、どうしたの、なんで泣いたの、なんで泣いたの今。え、人がいる時に泣くことなんて初めて。なんで泣いたの、お腹すいた、あっち行く、ちょ少々お待ちを。え、ちょっとなぜなぜ逃げる、いいよあっち行って、行きな、あっち行きな、バイバイ。本当に行っていいのみたいな、本当に行っていいのって顔されたら、まあ向こう行ったけど、あ、落ちた。ツーショット苦手だって。え、でもね、普通に顔隠して撮る人もいるし、ちょっとちょい半身しか映らないみたいな、こうやって岩をこうやってやってるみたいな、いろんな撮り方あるんで、まあもし苦手でしたら顔隠すなり、いや、岩をずっとこうやって見とけば多分横顔も映らないから。こんばんは、流れ星ありがとう、お疲れ様ありがとう。ちょっと分かんなかったね、バトルスタイルね、ちょっとやりたかったけど、まあ研究生なのでできなかったです。え、だからでもちょっと気持ち程度に、本当は今日分けずに前髪やろうと思ったんだけど、ちょっと気持ち程度に分けときました、分けました、気持ち程度に。もう戻るから私の前髪は。ならなかったね。なれ星ありがとう、初見さんかわいい、ありがとう、お疲れ様でした。え、そう、花なんも泣いてたけど、ゆあも泣いてたんだよね。でもまきこさんはそこ、ゆあは、ゆあが泣いてたとこをまきこさん見てないから、ゆあは誰にも知られずにひっそり泣くタイプだから。みゆちゃんは泣いてるの知ってる、ゆあが泣いてた、
悲しいもん、まきこさん。あと歌詞が良すぎて。こんばんは、初見さん。え、初見さん、そうね、そうだよね、ありがとね。そしてありがとう、野球ボールありがとう。え、本当にいっぱい好きじゃんありがとう、めっちゃ好き。お、ラテちゃんなんか来たぞ。こんばんは。そう、めっちゃ真剣な顔。こんばんは、初見さん。めっちゃ来るんだけど、イエーイ、同心完了。そうそうそう、そういうこと。僕らの絆のリハ、そう、野球ボールありがとう、間に合った。まあ天才なんで。そうだよ、真剣な顔ね。夜ご飯食べてね、なハートありがとうね。振ってたね、ダブル、イエーイ。いつもいいですか、あ、ありがとう、すごいすごい、いろんな人からいつも美人よってありがとうございます。本当いつも言ってる、かわいい、ありがとう。服めっちゃ、え、本当、これこれですか。お化けありがとう。ラテちゃん、ラテちゃんちょっと難しい。そう、僕らの絆でした。いやいや、え、そうだよ、ちょっと横断幕はなんだっけ、なんだっけ、あ、そう、なんでなくしたかというと、じゃじゃーん、時計をつけたからです。やっとこの部屋に時計が来ました一生時計のない部屋だったんで、こちらです。時計をつけるために外しました、横断幕だから。逆にどこにつけようと思って、天井に貼ろうかな。え、天井良くない、寝るときに眺めれる。時間がない、大悟の名前普通の、まあ岩尾と対戦してからですね、帰るのは。え、逆に13期に流れる予定なんですか。焼きボールありがとう。いやいやいや、全部食べてよ、全部2個ずつ食べてる。うん、2個ずつ食べてる。おやすみー。え、今日から撮ってくれたの、ありがとう。え、生誕 T シャツの通称って人気ない、いやない、大丈夫、もうすぐ売り切れるよもうすぐ完売するらしいんで大丈夫なはず。あれ12じゃないっけ、11だっけ。いやでも初めての生誕 T シャツだから絶対に撮りたいんですよ、私は。ツーショットで絶対に、絶対に生誕 T シャツで撮りたいですもう私の夢です、私の夢なので。あ、だってリュアが作った服をみんなが着てそれで写真撮るって、もうめちゃくちゃ良くない、どう、みんな、みんな的にはどう。リュア的にはめちゃめちゃ夢なんですけど、メッセージボードいつもね作ってくれてるよね。え、今まで何個作った、あれ。こんばんは、ほら、ありがとう、イエーイ、フォローしてくれて。え、これあれじゃない、チュリさん、チュリさん推しね、ありがとうございます。え、そう、あのね、そうなんだよね、普通に。カジケン全然行く。毎日配信はね、ちょっと私はあのする気力はあるんですけど、どうしようっていう。いやでもできそうだよね。いやできないかもか。いやできないか。いやでも永遠どうなんだろう。したい気持ちはある毎日配信でも、多分毎日15分とかになっちゃうかも。リバースダブルって何。まあまあ、制服の目で最善でユアニアのサイリウム振ってたらレスいっぱいもらって、ユアの目、そんなこと言ってくれるの、ありがとう、イエーイ、嬉しい。
これからも溺れてね。夜景ボールありがとう。15枚だってみんな、15枚だってツーショットどうどうですか、ツーショット15ですよ。え、ツーショットがこれで完売したら初めてツーショット完売。あれ前もしたっけ、ちょっとあんま記憶にない。え、ちょっと記憶にないけど頑張ってね、本当にガン見してくれててありがとう聞いたー、こんばんは。今ラテちゃんとこがコメント、ラテちゃんに聞こと、いや違うから。焼きボールありがとう、お菓子ありがとう、かわいいありがとう、かわいいでしょ焼きボールありがとう。それな、あ、定期コメ、そう変えようと思ってたんだ。でもちょっとね、それなダブルピアムだったね、隣の方。お見送り見て、いやお見送りってかユアに気づいた逆にお見送りの時、焼きボールありがとう、猫かけ猫こまん、ハート焼きボール、グレートありがとう。ラテちゃん見えてからです。え、そう本当にそうだよ、ラテちゃんレアだから。え、苦手な気がする、多分。ハートありがとう、照れてないですお菓子ありがとう、温泉ありがとう。そうだよ、すねながら雨だよ。これありがとうございます、こちらこそ。前珍しく前に座ってた。ラちゃん私可愛いでしょ、お菓子ありがとう、頑張ります、引っ越してしゃーなし。あ、そうなんだ、慣れて、慣れてくれるかな、誰か結婚して塾ありがとう、もちろんもちならん、先生ありがとう。え、寝落ちして投げそびれたって、寝落ちして投げそびれたってピンク赤紫、いやまあ別に順番じゃなくてもいいんですけど、ただいい、覚えやすいようにのピアムなんで、どちらでもって感じ。お化けありがとう。え、30日サイレム3本しか持ってかない、まあ他の12機あんまりココハしかいないしね。マイラブシありがとう、ありがとうね、いい公園に制服の目、ありがとう、しっかり見てくれて、マイラブシありがとう、こんばんにゃー。え、ユアニャのパフォーマンス自然に目がいくの、イエーイ。12月1日いけそうなの、12月1日のポン、ありがとう、嬉しい、イエーイ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 。マイキーありがとう、紫さんもピアム、いやそれムムムだから。お化けありがとう、どうだろうね、いつなんだろう、マジで間違えてほしい、深いから普通に。生誕グッズ欲しかった去年、まあでもね制服の目初日から1週間後とかだからね。お化けありがとうねえ、それな、初めまして、生誕で初めましてで今推しっていう、え本当に初めて、いやいやいや、バブルに送ってるよ、そう心拍数直接目で最高でしょ、泣いたよね、聞こえたサービスだったありがとうね、ダブルピアム振ってくれて、いい一週間だった、そんなこと言ってくれるの、ハートありがとう、お化けありがとうね、ラチャちゃん多分あのコメントしたスライディングした、あ、鬼見してたその時おやすみ、違うよ、全然違うよ、ラテちゃん言わないありがとう、お化けありがとう、顔出しきます消しゴムマジック、こんばんは、しけんさん、なになに泣いた、お化けありがとう、前髪バッチリでしょ、でもガタガタ、かぼちゃありがとう、
にゃんこね、ちょっともういなくなっちゃったな人。ビール2本目いいですよね、変な、いつも変な席だよね。まあ次こそは前来ると思う。メール来た？あ、よかった、メール来たって。お菓子ありがとう、ヤに会いたい。知ってる知ってる、いたよ、メール来たって。ごめん、そう、そういうこと、横断幕がないからですね。今まで、え、そうだよ、この部屋は時計なかったから。時計もなんかなんだっけな、時計となんかなかった。いやでもこの時計ママが買ったから、ちょっと岩はなんかね、あのもうちょっとインパクトの面白い時計が欲しかったんですけど、まあちょっといいかな。ね、地味な時計で、ママに失礼いやは買ってないから、ちなみにママが買いました。え、落ちてくる天井、新鮮ですか、ありがとうね。なんかでもよく白い壁だと清楚って言われてたんで、まあちょっと清楚かなみたいな。違う、天井に時計じゃない、天井に横断幕、横断幕。正規公園でゆあちゃんがより輝いて見えるのはなんでだろう。ほんと？ありがとう、輝いてたわ、お菓子ありがとう。え、よく気づいたね、アイライン長い。今日レナにも言われた、アイライン長って。でも触覚で隠れるからいいやと思って、消すのめんどくさいしと思って長かった。今日長いでしょでも触覚で隠れるから、え、すご、気づくのすご、さすが、気づいてなかったって。まあ、あんまやってないもんね、ショールーム。バラありがとう。ほら、ありがとう。嬉しい、初握手、初トーク。まとめといて、ね、でもみんなね、イヤの前に来るとね、イヤが可愛すぎてね、あの内容飛んじゃうから。ハート、流れ星ありがとう。ね、ゲットしてた。え、イヤ、本当に。え、マジで、あのお世辞とかじゃなくて、本当に全チームのトッピングが好きすぎて、全部美味しいから、どれかをどれにしようって迷っちゃうんだよね。え、微妙かな、微妙だったらマジごめんね。あのユアの自作 T シャツで行くわ、ごめんけど、ごめんけどちょっと、確かに微妙いね、確かに T シャツね。え、仕事休んでまで来てくれるの？嬉しい。デザインは決めました。こんばんは。野球ありがとう。届くかな？届かなかったらどうしよう。届かなかったら、あの普通の白い T シャツに紙で書くんで。こんばんは。本当に毎回作ってくれるの？めっちゃ大変じゃない？なんで？パクリやないかい。おばけありがとう、明日からも頑張ってね、ありがとう。そうね、うん、おばけありがとう、メール来たって。いけないって？え、そうなんだよね、寝転んで配信ができたら毎日できる、全然できるこの起きる気力がないの、岩にはそう、前ね、目だけで配信しようと思ってた、こうやって目だけで喜怒哀楽、喜怒哀、あ、哀むずえ、本当に残り枚数分かると買いたくなる心理だって。あと15だよ、みんな、どうする、どうするのもしかしたら生誕ティー届かなかったら、とびきり可愛い私服かもよ、1月だし。野球バラありがとう。え、そうだよね、そうなんですよ、隣だったから一回も目合わなかった。到着しましたか？え、マジ？と
トレードにかけるしか。ハートありがとう。12月12日行けるかわからないからゲットするか迷う。来てほしいにゃー。でもわかんないんだよね。でもゲットしとくべきだとは思います。あ、結婚しての人来た。むむむ。おばけありがとう。楽しめて嬉しいですか。嬉しい嬉しい楽しい。おばけありがとう。おばけいっぱいねえ。え、そうなの。1年前の今日がロングトーク会だったらしいよ。みんな10月28日。え、確かにそんな記憶があるかも。めっちゃいるなーって思いながら。今頃もまめ登録しました。ありがとう。全然今頃じゃないよ。大丈夫だよ。ナイスペンギンありがとう。噂のフォローしてたんだね。岩のショールーム結婚してシャーなし。ピンクか赤が紫入ってる。実質うんうん、それはどこ情報かな。どこ情報かな。おばけハートありがとう。岩のうちを作ってくれるの。ありがとう。イエーイ嬉しい。こんばんは。おばけありがとう。ちかこさんと対戦中。おばけありがとう。お、目モバイル取ってありがとう。あ、そうそう、エアコンもなかったんですよこの部屋は。エアコンもあの時計もなくて、あのサバイバル生活してましたけど。こんばんは。え、当たったらピア持ってくれるの。ありがとう。嬉しい。世界一好きな気がしてきましたか。本当ですか。そんな世界一。だいぶ前にねお部屋は変わりました。おかえり。もうみんな全日程買ってください。おばけありがとう。気づいてた。そうなんだよね、誕生日は1月31日だから。でも逆にこの18歳ラストだよ。みんな1月11日と12日、18歳を聞けるのもラストですよ。皆さんどうしますか。直接自分の目の前で18歳を聞くのが1月11日と12日がラストですよ。皆さんそんなのさ、来るしかなくない。来るしかなくないですか。ほら毎回内容どうでます。ラテニャン、いや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 、全部美味しいから。ちなみにやば、いやにゃんなくしっかり話すことがまあそれはさ、逆にレア。そうなの。全然アイライン長いわ。なんか短いの似合わないんだよね。まあまあ、髪、あのね、長いのは自覚しているしているけど、まあ、別に変じゃないからいいかな。もう紙で書いちゃう。うん全然ノープランで来ていいよ。岩の蓮はおいでそうだよ。マジみんなアクスタ、巫女さんのアクスタと、あの蛇年のエマゲットすべき。マジ、あの絵もうまく描いたと思ったんだよ。あれね、あれ考えたの3分ぐらい。なんか毎回、あの去年虎だっけ、あれめちゃくちゃ考えたの。うわどうしようみたいな。でもなんか蛇はもう一瞬で思いついて書いたんで、一発書きなんで。そうなの。風船ありがとう。1月生誕メンバーは12月中に届くって。みんなイエーイ来た。これお化けありがとう。確かに11月生まれの方がもう届いてるのか。じゃあ行きますね。握手会の記憶ない、ないのこんばんは。ほらありがとう。イエーイ、さすが愛うまかったこんばんは。しけんさん、そう、お久しぶり。アピールうまくなってる。ありがとうございます。
確かにそれはそう。ハートありがとう。まあ11月の生誕人者セブン、え、そうなの？おみやくんやにゃにも挨拶しようと思ったけど全校の人、え、全然ごめんね、逆に逆にごめんにゃ。まあお楽しみに。まあ、でもね、もうちょっといけたなって思うみんなさ、あの T シャツに撮られてるけど、あのトートバッグもね、トートバッグも初トートバッグなんで、ぜひお願いします。トートバッグとかもう使えるでしょう。恥ずかしかったら別にそのデザインの面をこう打ち向ければいいんだから。イエーイ、嬉しい。みんなとツーショット撮るのが夢です。おばけありがとう。初見さん風船ありがとう。おばけありがとう。え、追加してくれたの、イエーイ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 焼きボール初見さんありがとう。ナイスペンギンありがとう。ねえ、紫ビブ好きね、来てたよね。え、うん、来てない来てない来てない、うん、ちなんか嫌な記憶で2人いたんよ。3人か、なんか、なんかいっぱいいるなみたいな。ハートだるまありがとう。それあの頃はイヤニャンに DD 扱いせ、エアコン壊れたので引っ越します。エアコン命、え、すごい、そんなスケジュールだったんだ。12ロングトーク会の日12期に、あ、浮気しない、もう2人もいますね。制限、まあ確かに。え、フォローずっとしてたの？え、じゃあユアのこと知ってたのユアのことご存知でしたか？え、嬉しい、初コメント、イエーイ、初コメゲッツー。ねえ、ロングトークめっちゃ喋ったね。お疲れ様です。ロングトークは懐かしい、まだギャルだってね。すごいギャルって言われた。あとうるさい、うるさいじゃない、あの動きがすごいって、動きがすごい、なんかあのオーバー、違う、遠くから見てても動きがわかる。お姉さんになってきました。18歳、お菓子ありがとう。コウモリありがとう。え、20マジね、だって最初ユアこんなに騒がれると思ってなかった。18歳でもうユアの中では18歳が標準語だから。もうだってあの縄跳びの大縄とか数える時も一人だけあの123、だいたいみんな123456789010って言うんだけど、ユアはもうずっと123456789って言ってたの。もう周りと違うなって分かってても自我を貫き通してて、でそれがこの18歳まで来て今18歳で突っ込まれたっていう、こういう過程ですそうだよ、18歳ね、あのラスト行くしかんだから。18歳のせいばでしょ、困っちゃうでしょ。そうだよ、18歳のねゆあちゃんとね握手しとかないと。そうだよそうだよ、まあ12行けなかったら11来て、11、うん、12か11か忘れたけど、生誕日切る日どっちだっけ、どっちだっけ。誰かゆあのメモ、 X に上がってるメモ、メモしてる人いない、結婚してシャオの日。そうだよ、28歳まで待たないといけないからね。18歳プラス1歳やば、それやば、28、毎回言ってあげるよ、じゃあラテちゃん18、え、まだ8歳あるから、8歳、ラテちゃん8歳あるから、まだ0歳だから、あの子1歳もあるよ、1歳。だるま、お菓子ありがとう。初めてだから、いや悩まなくていいんだよ、もう決断、決断すべき。うん、でも19歳って言うしかないよねお菓子ありがとう。悩むとなるユアニャンのお顔が、いや、いいけど、ユアが喋っちゃうタイプだから全然喋っちゃうけど、いい。お化けありがとう。うん、19歳、うん、19歳なんだよね普通にやば、18歳と読めないあれ、今年って辰年か、寅年だと思ってた。
9月7、8の幕張まで届くかなって言ってて、あなの生誕 T シャツ着る。え、マジ？困る、それは困る。いやいや、上手じゃないよ。え、僕も1月なんですが、もうそれはツーショット来るしかないよ。あの1月ポーズしなきゃ。ただの1時じゃなくて全力で1しないといけないから。そう、キーホルダーもみんな、あの T シャツとトートとキーホルダーもです。ハートありがとう。いや全然ギャルトートじゃないけど、ハートありがとう。そう、何ばってもいいですから。ほんと生誕祭でピアノはダメですね。いや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 、にゃに楽とか言ってる。なんで尊いでしょ。と、あ、尊い、尊ばく、はい。え、通所会全然マジ来な、来てねえ、それな、あーってなってたよね。かぼちゃありがとう。うん、本当に夏苦手、本当に冬大好き。確かにね、出せそう。ちょっとね、センスのあるやつがいいよね、やっぱり。まあでも今回は初めてだったんで、ちょっとまあセンスはないかもしれないんですけど。お化けありがとう。じゃあ3人じゃん。本当に終わったの？おいで公演、マジでおいで、ぜひ。え、全然見てるから、マジで全然見てるよ、端っこでもどこにいても。と、18歳17歳18歳11やけど12でいい。あー、通所ね、ね、それな。でも指輪も11な記憶がしてきた。あの1月31と1月11をかけてるから、まあ11なんですよね多分。みんなでも座りなんだよね。でもさ、立ちでさ、全身で可愛いあの服の方がいいでしょって思って。生誕ティーは座ってても分かるから。そうなんだよね、座りなんだよね。11なんだよね本当は。あ、11です、皆さん。あのすいません、ツーショット会のあの生誕ティー着るのは11です、お間違いなく。なれ星ありがとう。ね、忘れてそうね。21歳もいける。え、ラテちゃんの生誕祭は2月23なんで、びっくりした、ラテちゃんが見えた今。停止ねる。いやいや、私はちょっと高いと思ってる、この前までマジ。確かに、山下ありがとう。19歳、そう、ラテちゃん1歳、なんだろう、秒で申し込む私さ。え、そのマインドいいね。そうだよ、そのマインド。17歳は17歳でした。その7とか言えない、4とか4とか全然喋るよ。ありがとね、初めて見ましてくれて、ん、見てくれて。1月11らしいです皆さん。え、そっか、初めてか。え、嬉しい、拍手会取ってくれた。ありがとう、嬉しい嬉しい。カムサハムニだ、テレマカシー。確かに遠いな。そうだよ、来、去年分。え、そうなの、1月の誕生日って多いのかな。おばけありがとう。え、そうなの、みゆもデカート早いの。お菓子おばけありがとう。本当？全然寒い方がいいな、冬派です。おばけありがとう、あんたありがとう。いや、まだまだ言わないですよ、こんばんは。おばけありがとう。12日の通所一部三部両方今ポチってよ。まだ通所の、嬉しい。ちなみに11は、ちなみに11は、11、11も12もね、どっちも来てほしいですね。
十二すす本当にどっちもね、どっちも来て後悔ないから。おばけありがとう。あ、そういうこと。じゃあ2人じゃん。 3人目誰。結婚してかける十、もちろんありがとう。久しぶりだねヒゲじい。だるまありがとう。ヤンヤンと同じ学年の人みんなキャラ。確かに。こんばんは。マジ来てね。流れ星ありがとう。お化けありがとう。そうだね、座りだと水見合いできますね。ハートありがとう。お菓子、うん、そうそうそうね、28歳。遅くなりました。今日公園帰りに味見行って。何食べたの。トッピング時間何々分何々分って言い方してかわいい。確かに何々分28分。ハートありがとう。写メ会1枚。撮るポーズなんて優が全部決めるから。ちなみに去年もそうだったけど、去年はもう優愛が無茶振りしていろんなポーズさせました、みんなに。全然あの決まってノープランで全然大丈夫。優愛がその場で決めるから全然躊躇しないで。マジこれマジ本当に、あの本当に去年の初めてのツーショット会は優愛任せでいいって言ってた感じだから。結婚してかけるよ、ありがとう。もちろん。こんばんは。確かに。こんばんは。確かにバイク寒そうだね。初様ありがとう。なんか立って、なんかた、これ何タワー。タワーくれたんだけど。スクショしよう。ありがとう、トシ。なんでくれたの。ありがとう。かわいい。ハロウィンバージョン。ね、嬉しい。ありがとう。タワー来た。ありがとう。嬉しい。嬉しい。やった。イエーイ。ありがとうね。マジで。ゆあちゃんが頑張ってるから。ありがとう。久しぶりに1時間ぐらい配信してる。あ、もうしてない。8期。確かに確かに。11期は11期だもんね。10期、9期、8期、7期、6期。ね、片方にしかポジらせない。なぜ、なぜですか。そう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 、本当にそう。聞き込めばいいんで。結婚して幸せ。本当にありがとう。紫ビブス、紫ビブス。だるま、待って、3人目の紫ビブスいたわ、いたわ。そういえば、諸事情による11に来てくれるの。ありがとう。11生誕ティーなんで。本当？これ結構マジね、どうなんだろうね。ありがとうね。タワー、クマちゃん、ポーズはゆあちゃんにお任せで間違いない。プルプル、ゆあちゃん可愛かった。ね、懐かしい。みちゃん、みゆちゃんの自己顔はいっぱい持ってるゆあ。全部決めたよ。でもやってなかったくないね。クマタワー嬉しい。自分で決めてたと思う。なんか決めてる、ちゃんと決めてる人と決めてない人がいた。ほら、ありがとう。こんばんは。ね、ありがとう。そうだよね、早いよね時間。かわちぃありがとうね。1時間。すごっ。あの結構初めてかも、つい最近で。お化けありがとう。
2期は最近ですね。ほらありがとう。11日生誕ティーなら11日も買わないと損じゃん。12期ってこのもう両方の日程取っちゃう、取っちゃうようにしようよ。お菓子ありがとう。目目嘘縮んだって言ったわでしょ、決めてたでしょ。いいよ、で遅れても。みゆちゃんの自己顔はいっぱいあります。ちなみにレナの自己顔もいっぱいあります。がばちゃんありがとう、こんばんは。時間がない子はお時間ありがとう、お疲れ様です。ユニアの生産で生きてたら他の子いけない子も、おお、いいじゃん、それそれでいいじゃん。もう私は岩推しですっていうのも写真で証明しないと。こんばんは。時間がないのユニア初見でしたがパフォーマンス良くて、え、本当ありがとう、嬉しい。去年推しとの写メ会44枚出ししたら 44? すごっ、44すごい、44通りのポーズ。まあでもね、一つぐらい多分漏れてないからそれは。お菓子ありがとう、わかる、ありがとう。シャメまだ1枚も、いや今いきない、今早着替えとねえ、本当にうちは買える人もめっちゃ早いからね、本当みんなもう終わったと思った。11の前に12日3部完売が欲しいね。あと12枚だって、みんなさっき15枚でまだ3枚しか。あと12枚だって、どうする、皆さん。12のさ衣装ってアイドルだったよね、いや多分、いやいやいや、どうせビブス着てるから見えないよ。そう、逆に土曜日の公演が久しぶりかも。すごくない？ 11 月1日はあのサラの生誕で、11月にはこっちゃんの生誕で、12期の生誕が続いてんの、すごくない？あつおもありがとう、あ本当に面白かった、ありがとう。そう、今日3人 MC だったの。あ、3枚もちょっと3枚しかですね、ちょっとしかですね。あ、そう、12日はアイドル着るからね、みんな。ユアのアイドルだよ。アイドル衣装だよ。アイドル衣装だよ。いやいや、上手じゃないけど。これは、みんなとの思い出を増やすためだから。ねえ、それな。CD3 枚分知ってるよ。こんばんは。あ、そうなの？頑張って。2期が忙しい季節になってきました。本当だよね、両日行くけど、いやいや追加するべきだよ。さっきも誰か言ってたけど、あの迷ったらすぐあのポチって季節の MC って先輩がめっちゃテンポよく喋るからむずい、そうかな、え、そんなこともない。それな、2期が忙しい季節とか言ってる。いやいや、13期2期見習え、いや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 、ね、それな、絶対来年には13期行ってるよ。あ、私、そうそう、私バラありがとう。何、ゼロワーク使ってない。いや12期てマジアイドル、焼きバラありがとう。え、本当に多分結構誰よりも出てるよね、生誕。だって E 公演なんて最初のアンダー、あの全部生誕だったから、マジ私いろんな人の幸せをねもらっているんですよ。バラありがとう、バラじゃない花束、そういろんな人のし、もうまさに名前の由来通りじゃない、いろんな人からの優しさもらって愛を渡す。
お菓子ありがとう。11減ったら教えてだって。ちょっとみんな教えて。11減ってた。ハートありがとう。今後ファンになった人が買おうと思ったら完売で残念。あー確かにね。確かにそれは迷うよね。うん。優しい。バラ、バラじゃない。花束ありがとう。ポチッとするとなぜかおかしい。いやいやいや、それはおかしいよ。それは多分ね、あの、おかしい。指がおかしい。そうだよね。そうなんだよね。みんなも申し込めないっていうね。本当に？岩にあんの？イエーイ。名探偵の時のメガネみたい。丸。え、そうなの？11も買いたいけど今買ったらなんと今なら送料2倍。送料2倍？あ、そっか、送料とかあるもんね。じゃあ明日、明日いやいや自慢することではない。生誕祭そうだよ、握手そうだよ、みんな11月30日と11月1日、うん、あ、違う、間違えた、うん、11月30日と12月1日だっけ、握手会。そうだよ、その前に握手会だよ、みんな。すべて持って行ってしまう。だ、誰だ、あやめろさん。もちろん盛り上げていただきます。盛り上げて。え、そうそう、そうなのよ。ゆずぽさんが、そうそうそう。ありがとう、かわいい。え、それな。いやいや、送料は、あの、気持ちの距離です。明日ぶちでもね。本当だよ。本当だよ。確かに。カナダの時ね。一緒にね。忘れないでね。ね。急にね。待ってるね。11月。みんな11月忘れないでね。お菓子ありがとう。あ、そういうこと？なるほどね。完売。いや、でも嬉しいよ。本当に完売って。なればし、お菓子、あったありがとう。そうだよね。12月追加するが、ツーショット。どっちも前、どっちもだな。まあまあ。サムネチャット、ありがとう。あやめろさんか。気持ちの距離です。本当ありがとう。そう、最悪。確かに。交通費。ありがとう、お知らせ。もうすぐ読み壇上。まあ確かにね、そうだよね。こんばんは。言わね。11月は11月30日です。の握手会です。とトーク会。スカイエキスポだっけ？ポートメッセ。CD ね。おまけありがとう。え、そうだよね。生誕くじめっちゃ楽しみ、岩も。え、なに？ 100 回も回してくれるの？嬉しい。100回も？嬉しいんだけど。ね。あ、そうなの？見返してる？そうだよ。バラありがとう。いや、なぜ？ついでいる？それ。ついでいる？いらないよね、ついで。そのついではいらないよね。またありがとう。コウモリって英語でなんだっけ。え、送料イコールカジケン一杯分なの。知らなかった。そうだよ。あと1ヶ月。あ、ポトメでした。コメ読み早くなりました。またありがとう。新しいメガネになるの。メガネ、え、メガネあんま見たことないかも。メガネ姿、こまあ、レモンさんありがとう。え、すごっ。
1月12のツーショット3分残り10だって。やばくない？だってこの配信で5枚あのゲットしてくれたんだよ、みんなが寄せ集めて。カバンありがとう。あ、バット、え、ほ、え、本当？フォトメッセ、え、いや初めてじゃない気がする。ロングトーク書いてポートメッセージじゃなかったっけ。かぼちゃありがとう。え、どん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 始めようとしてない？みゆちゃん、ビーム、さつきち、今までにしときな。なやよし、ありがとう。本当2部来てくれる、ありがとう。え、それな、嬉しい、みんなラブ、みんなラブです。そしてありがとう。本当にいっぱい追加してね。どんどん減ってるよ。まあ、この配信終わってからね追加してくれる方もいるので。そっか、送料ってそんなかかるんだね。お化けありがとう。え、それな、ありそう。え、コンタクトだよね。いやいやいや、そんなそんな、え、だよね、ポートベストだったよね。バット、いや、まあ練習、止めるよ。あー、あるわあるわ。あなた、ありがとう。ゆあにじかき、もうゆあにじかきってなんかさ、なんか何単語みたい。すでにみゆちゃん、あれ始めちゃっている。そう、いやまでにしとき、みんな。ねえ、毎日配信したら全完売する、これもしかして。そしたら全然やっちゃうよ、毎日配信。ハートありがとう。まあギリ2人までだけど、ハートありがとう。イエーイ、配信終わったら追加だって。そうだよ、ほか、そうなんだよね、ほかに行く可能性もある。確かにグループ、え、そう、グループトーク会初めてだったよね、ロングトーク会で。かきぴー、流れ星ありがとう。イエーイ、12期は嫌だけ、いやー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 。嬉しい。でもまだ12期、お花ゆあにゃん、ここみかけれない。ちょっと待って、ゆあにゃんとお花だけだと思ってた。なんかここみんとれなも増えてる。いや、こちらこそ Thank you。 みゆちゃんね、まあゆあがね、ゆあが好きな子ですからね、そりゃね。2時始めかけましたが、あ、そうだよ、ナイス、あの、ね、良いお気づきで。それな。なんかいたもんね、それはそう。コウモリありがとう。やばすぎ、岩にじどすどすどす。みーかきココハココハこココココ、ココハナサツミヤサラサイヤサ、やばすぎ。あれ、ゆあにゃんよりその二人が先だった？あれおかしいな。公認、まあ、した覚えはないですけど、ない。まあ挨拶程度。ハートありがとう。確かにね、みゆちゃん、そう、確かに挨拶、挨拶、読みな、待って、読み直しなきゃ。え、そうだよね、ゆあとお話しか言ってないよね。いい気づきです、こんばんは。え、サータンの件あるって？ちょっとそれは聞き捨てならない、聞き捨てならないぞ。まあ確かに、確かに、こんばんは。え、マジ ?1 月12の3分残り9枚だって。ちょっとこれ完売するんちゃう？どうよ、あと3分で終わったら5人もいてんの、逆に。あれ、最初岩だけとか言ってたけどな。まあまあまあ大切ですけども、それな、どんどん減ってんの、やばい。どんどん減ってんの、やばい。いや、マジみんな、本当にみんなありがとうって感じ。ありがとうね、マジ。13位、え、壇上って13位からだよね、ちょっと忘れちゃう。13位、ひであき、ありがとう。12位、りゅう、ありがとう。11位、うしらのうしら、ありがとう。10位、ともとも、ありがとう。9位、さがなめさかえ、ありがとう。8位、ようすけ、ありがとう。
7位親方ありがとう。6位のりたかありがとう。5位マー君ありがとう。4位たのぴありがとう。3位こばんありがとう。2位こうちゃんありがとう。1位とっしーありがとう。ありがとうたわ、マジありがたわ、ありがたわ、ありがたわ、ありがとうございました。それな、あのツーショット会もだけど、ついでに、ついでというか、あのどっちも本命で握手会、11月30日と12月1日の握手会、トーク会待ってますんで、はい、ツーショット会も大事なんですけど、握手会とトーク会も大事なんで、先に あるんで、11月30日に、はい、ありがとうございました。そうだよ、完売しちゃうかもしれないよ。ありがとね。まあね、なんだかんだそれはそうだよ。うん、ポトメノが締め切り先なんだよね。そうそうそう、そうなんだよ。そうなんだよ。本当に、え、まだちょっとちょっとちょっと大事だから、11月30日秋コーデだから、あのユアの珍しい私服だよ。珍しい私服ですから、11月30日は。え、ナイス。それな、完売、懐かしい、完売したから清楚配信してた。ねえ、本当に会いたいよね。楽しいって嬉しい、トーク会すごく楽しい、ありがとね。いや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 、ありがとね、本当にありがとう、みんな、マジみんなに感謝、ありがとうございます。本当に、おやすみ。初めて1時間、あ、初めてではないけど、